今回紹介させていただくのは磯山さやかさん。素晴らしい方ですね。磯山さやかさんの推定3サイズは、3サイズはバスト 88cm、 ウエスト 60cm、 ヒップ 86cm、 おっぱいのサイズは F カップの巨乳ちゃんです。現在の健康的な肉体とは裏腹に、幼少期は小児喘息持ちで体が弱く、ボボタ南中学校時代は出席率がギリギリだったそうです。高校は鉾田大に高等学校に進学し、野球部のマネージャーをしていました。1年生の時には後藤真希が合格したモーニング娘。のオーディションに応募しましたが、書類選考で落ちています。芸能界入りは2年生の時に受けたホリプロスカウトキャラバンです。残念ながら二次審査で落選しましたが、審査員の一人の目に留まり、系列会社のホリエージェンシー所属となりました。ちなみに磯山さやかが落選した年のスカウトキャラバンでは、綾瀬はるかが審査員特別賞を受賞しています。3年生の時には F カップおっぱいを武器にグラビアアイドルとして水着デビューを果たします。高校卒業後は部活歴を生かしてヤクルトスワローズの公式マネージャーになったり、ドラマセカンドハウスで女優デビューをしたりとマルチに活躍します。特にいじりやすいぽっちゃり体型と軽妙な返しが人気を集め、志村けんのバカ殿様やロンドンハーツをはじめバラエティ番組で重宝されました。2014年には ANECAN にフニモデルとして専属モデルを務めるなど、ぽっちゃり女子ブームの火付け役となっています。そして2021年、21年間所属したホリエージェンシーを退所し、マネージャーと2人で新事務所を設立しました。最近ではランジェリー下着姿はもちろん、お尻の割れ目まで見せる生尻セミヌードなど、グラビアのエロさも一段階上がっています。2023年にも女優として映画に主演する傍ら、写真集を発売しアラフォーになった完熟のむっちり水着のグラビアを披露するスケベ仕事も継続してくれています。そのため今後は女優として濡れ場シーンで大きそうな乳首や乳輪を解禁するなど、さらなるエロい活動に期待したいところです。